聞こえますか？お待たせしました。判決は国の責任を認めないという、全く受け入れられない内容の結論でした。これが判決になります。結論が受け入れないだけではなく、判決を導いた、結論を導いた判断の過程が全く被害に向き合っていない。あれだけの事故を起こしていながら、そしてこれだけの被害が生じていながら、今回第二小法廷で何と言ったか、おそらく対策を取っていたとしても、取っていたであろう蓋然性が高い防潮堤作っていたとしても、結果を避けることはできなかった。そうであるならば責任は問えないんだと、そういう話になっています。私たちが何を一番求めていたか、最大の争点はどこと言っていたか、予見できたかどうか、この判決触れられていません。言ってしまえば事故前の行政の実務、これを所要として、そういった行政が最も取ったであろう対策を前提にして、それをやったとしても結果は変わらなかったんだよ、だから責任は取れない、そういう話になっています。私たちが求めていたのは何か、事故前の行政の実務がまさにその法令の趣旨目的に照らして正しかったのかと、そこを問うていました。そこについては全く答えていない。では大変お待たせいたしました。生業訴訟、群馬訴訟、千葉訴訟、そして愛媛訴訟、この4つの裁判について本日最高裁第二小法廷において判決が言い渡されました。今回の裁判で一番問題になっていたのは、原発事故について国に法的な責任があるのかという点でありました。今日の判決は国の法的責任を認めない、そういった結論になっています。私たちの主張が受け入れられなかったということになりますけれども、これは単に結論が受け入れられないのみならず、その結論を導くための判断の過程、そしてまたそういった判断を行った裁判所の姿勢そのもの、私たちはこういったもの全てが到底私たちの求めていたもの、さらにはですね、あれだけの被害を生み出した、そしてまたこれだけの事故を起こした、こういった被害者の思い、あるいは事故の深刻さ、そしてせめてそこから何らかの教訓を導かないといけない、そういった姿勢全く欠いたものだったというふうに評価しています。
そしてこれ怒りとともにですね、この判決決して受け入れるわけにいかない、このような裁判所の姿勢を許すわけにいかないというふうに考えています。具体的に何が問題になるのか、今日の第二小法廷の結論は、事故の前の段階において行政において実務的に運用されていた水準、考え方、姿勢、これをそのまま所有のものとして、そこからその姿勢を厳しく検証することなく、それ自体をそのまま前提とした上で、そうしたところの行政が対策を取っていた、そうした場合に最も蓋然性の高い措置というのが防潮堤を作ることでしたと。そしてその防潮堤というのは作ったとして、結局のところ今回の津波、実際に襲った津波、そういったものの被害発生を回避するということにはならなかったということから、そうであるならば国の責任を問うことはできないと、そういったような内容になっています。今日の判決は、これでもかというぐらい無責任な判決だと思うんですね。で、真柳さんもさっき言いましたけれども、原発事故で放射能に壊れる怖さ、追われる怖さに怯えて、みんなあてもなく避難をしたり、あるいは避難をする手立ても見当たらずに、福島の中にとどまった私のようなものも多い、圧倒的に多い。でもその人たちはまた生きる苦難を一身に背負ってしまったんですね。今も続いている。ですから、ここでそれを大きく切り替える判決を私たちは期待していました。でないとやっぱり繰り返すんですね。今日の判決で日本はまた原発事故を必ず繰り返すと思います。そういう判決を最高裁が出した、そのことは私は絶対許せないし、ここで戦いは終わらないと、本当に戦いだと思います。何度叩かれても立ち上がる、それが人間だと思いますんで、私はまた戦います。はい、以上です。愛媛訴訟の渡辺です。思いもしない、考えたくもない判決が出てしまって、非常にがっかりしてますし、もう抗うことができないのか、このあと何をすればいいのか、何をどう考えていったらいいのかということで頭が混乱している状況です。愛媛で裁判を起こした、もうそもそもの理由は、例えば経済的にとても苦しい、家族みんなで暮らしたい、期待しても絶望だけ、国に避難する権利を認めてほしい、もっと真摯に向き合ってほしい、 3.11 の原発事故の真相を言ってほしい、国は守ってなんかくれない、やはり黙っていられないという声が上がり、苦しい生活から早く抜け出したい、前に進みたいという、そういう私たちの切実な願いに国が応じてくれなかった、そこが提訴に至ったそもそもの経緯です。なすすべなく司法に頼って提訴した。で、8年経過して、裁判官は分かってくれる、法律にのっとったらこういう判決になってしまったのかもしれないですが、法律だけじゃなくて私たち当事者、被害者のこともちゃんと見てくれる、その心は通じるはずだと、そう思って、5月16日の口頭弁論にも臨んだわけですけども、まさかこんな判決が出るなんて、
ということです。群馬訴訟の丹治です。避難して11年になりました。この11年間のすべてが私にとって国と、そして事故を起こした企業のその責任を追及する、謝ってほしい、償ってほしい、そして被災者の一人一人を実態に見合った救済を進めてほしい、そのためにはもう失ったものはたくさんありました。取り戻せないものもたくさんありました。けれどもわずかな光は裁判所できっとこの事故の原因と責任を明らかにしてくれる、このことで私たちが願っているものが一歩だけでも前進するものと信じていました。私はこんな判決が出るとは本当に思っていませんでした。だって皆さんもご承知の通り、そして全国の仲間1万2000人余りの人たちが原告となって立ち上がり、そして福島の200万福島の人たちが心震う思いをして、その周りの県の人たちもこの裁判を見つめ続けて一緒に戦ってきたんです。国民の命と暮らしを守らなければいけない、当たり前のことが当たり前のように通用しなかった、本当に残念でならないというよりも、どうしたらいいんだろうという気持ちで今ちょっと呆然としています。この1週間寝ることができませんでした。自分一人の裁判だったら私が苦しんで泣けばいい、だけど自分の親族や友人や全国でこの判決を持っている人たちのことを思うと本当に眠れませんでした。今日の判決は本当に残念なことと思います。原発に派遣されている保安官というのは経済産業省が任命するわけでございます。 それを経済産業省は林野庁の定年間近な職員を保安官として派遣しておりました。そういうことで国の責任は絶対あると思うんですよね。総理は福島第一原発でなくて日本各地の原発に必ずこの経済産業省で任命する保安官というものを別な場所から派遣していたと思います。これは第一原発にいた方から聞いた話ですが、完全に林野庁の退職間近な職員が派遣されていたということなんです。そういうことを、私は弁護士の先生にも話しましたし、新聞社の2社くらいに話したんだけど、裁判所としては問題にしなかったということでございます。全く忖度な裁判の判決だと私は考えております。以上です。